野球しよう。いいよ。じゃあ俺ボール持ってくるね。うん、じゃあバット持ってきて。わかった。どこでやる？え、そこでやろう。わかった。おっ、すげえな、ボール出しだ。すごいな、バナナ。ほんとだ、1キロ。いいな、サービス品だって。ホットケーキが冷めたらホットケーキとなりますか。オレンジジュース。オレンジジュース。オレンジジュース。解いた結果のことなのでホットケーキです。宮坂家庭。ありがとう。こんにちは。こんにちは。いいか。うん。7月21日の朝5時17分40秒に月面着陸に成功しました。この様子は全世界に月から中継され、6000万人以上の人が固唾を飲んでテレビ画面を見守りました。アポロ11号は巨大なサターン V 型ロケットに押し上げられ、手に上がってんだ。ダメだこのオンボロ。歩く。ふざけんなお前。警察に職質とか受けたらアウトだぞ。近くに空き家があるよ。下見に来たのに見っけたんだよ。ちょっと。マジかよ。翔太まだ？あ？もう疲れたよ。遠いよ。こっ。だね。あ？牛乳箱だよ。知らねえの？ああ、牛乳箱か。
持ってて。貸して。切ったね。すげえ。じゃあ。お、すっげえ入ってる。さすが金持ち。しといて平気かな。自業自得だろ。あいつはマルコに潰してラブホにしようとしてんだから。そうだよね。朝になったら通勤客が動き出すから、それに紛れて逃げようぜ。何も入ってないや。何か入ってたら食うのかよ。うわ、古っ。すげえ、さすが雑貨屋だな。売るほどあるよ。うん、お、よし。3月、アキコ。めっちゃ美人。マジで見せて。いや、古すぎんだろ、これ。気味悪いわ。そこそこでしょ。いや、誰もいなかった。波屋雑貨店様へ。あった。悩み解決の雑貨店、時越市内にある波屋雑貨店。夜、相談事を書いた手紙をシャッターの郵便受けに投げ込んでおけば、翌日には店の脇の牛乳箱に回答が入っている。今でもお悩み相談やってるとか。いや、ありえねえだろ。だってこれ73年の記事だぞ。そっか。前略、昨日ジョン・レノンが死にました。待って、ってことはこれ32年前に書かれた手紙ってこと？
誰かの悪ふざけだろう。このボロ屋に忍び込んだ連中をからかうのが趣味のやつとかさ。でもそんな手の込んだいたずらってあるかな。いたずらかどうかはどうだっていいんだよ。誰かがこのボロ屋に来たってことが問題だろう。でも警察じゃないでしょ。俺たちがここにいることがバレるかもしんねえだろう。逃げんぞ早く。なんだよこれ。戻ってんぞ。何が起きてんだ。だいたいてめえがこんな気味の悪いボロ屋連れてくるからだろうが。やめろお前。ねえ、俺この魚屋ミュージシャンと一緒に返事書きたい。は？1980年から来た手紙にか。うん。だって俺みたいな人間が誰かの相談乗れるなんてことめったにないし。勘弁してくれよ。てかお前、手紙書いたことあったっけ？ないかも。どうしよう。魚屋ミュージシャンの手紙をお手本にすれば。そっか、ちょっと貸してみ。全略ってどういう意味だっけ？俺たちの書き方でいいじゃん。だよね。よかった。来ないかと思った。お父さんとお母さんとっくに会場行ってるよ。お兄ちゃんフォーマル持ってる？借りてきた。先行ってるね。
そりゃ来るわよ。お父さん、この間倒れたのよ。になったんだっけ？22です。あー、じゃあもう卒業か。やめました。何を？大学はやめました。やめた？なんで？お兄ちゃん東京で音楽やってるの。音楽？そんなんで食ってけんのか？兄貴、兄貴、かっちゃんに甘すぎんじゃねえの？魚松の看板どうなんだよ。余計なお世話だよ。俺、兄貴の体のこと心配して言ってんじゃねえか。かっちゃん、悪いこと言わねえから戻ってきて魚屋やれよ。誰？親が死んだ時ぐらいおとなしくできねえのか。お父さん、なんだよ、俺間違ったこと言ってるか。なあ、ちょっと待って待って。いや、お姉さん、俺はね、兄貴の体のこと心配。まあ、ちょっと、どうも、すいません。答え出したんだからよ、学習のところで買ってけ。こんな答えで買ってけるかよ。そうか、買えねえか。うん。雑貨店ってまだやってんの？ナミヤさん、とっくに空き家になってるよ。あのじいさん今どうしてんのかな？お店は少し前に閉じて、おじいさんは息子夫婦のとこ行ったらしいけど。あったよね、ナミヤ雑貨店の悩み相談。深刻な相談は牛乳箱に回答が入ってるとかさ。あれ、こっそり見ちゃう人とかいなかったのかな？いないよ。どんな悪ガキでもそれだけやっちゃいけないって暗黙のルールがあったから
浪江雑貨店様へ。前略、昨日ジョン・レノンが死にました。浪江さんがビートルズに興味があるかどうかは知りませんが、僕は彼らに憧れてギターを手にした者の一人です。音楽の道で生きていこうと大学を中退して3年、僕は今迷っています。アマチュアには現実を教えてやった方が本人のためになるんだよな。翔太、お前書いてやれ。これで満足したか？魚屋ミュージシャンさんへ。悩み、確かに受け取りました。何の苦労もなく家業を継げるのに、贅沢な悩みですね。音楽で食べていけるのなんて一部の人間だけですよ。家業といってもいつ潰れてもおかしくない小さな魚屋です。自分の可能性にかけてみるのも一つの考えだと思います。とんだアマちゃんだな。どんな音楽をやってるのか知りませんが、あなたに才能はありません。3年も続けて芽が出ないことがその証拠です。僕は遊び半分で音楽をやっているわけではありません。直接お会いして僕が作った曲を聴いてほしいです。返事来るかな。表に見張っとく。いや、誰かに見られたくない。あっ、ちょ、
これってセリの曲じゃん。直接お会いして僕が作った曲を聴いてほしいです。あの曲だね。あの曲だ。ってことはセリの曲を作った人ってセリの弟の命を救った人だよね。魚屋ミュージシャンにもう一度返事を書かないと。なんて書く？魚。いや。お兄ちゃん！こんな時間にどこ行ってたの？お父さんまた倒れたのよ！お待たせしました。今回ですね、その胸のレントゲンの検査と心電図の結果ですね、特に大きな疾患は見られませんでした。まあ原因としては過労ですね。それが心臓に負担をかけたんでしょう。東京へ帰れ。だよその言い方。無理しないでさ、ゆっくり休んだ方がいいよ。余計なお世話で。どうしても店開けるっつうな。手伝うよ俺。お前音楽はどうすんだ。それは諦めるっていうか。魚屋は俺の代でしまいだ。継いでほしくねえのか。バカ野郎。本気で魚屋やるっていうのは話は別だ。今のお前はそうじゃねえだろう。それは。お前は
音楽の道で生きていくって自分で決めて大学も辞めた。それがたった3年でこのざまか。もういっぺん死ぬ気でやってみろ。東京で勝負してこい。結果負け戦なら負け戦でいい。自分の足跡ってものを残してこい。あなたにぜひ伝えたいことがあります。あなたが音楽を続けることは決して無駄にはなりません。あなたの音楽で救われる人たちがいると思います。そしてあなたが作った音楽は必ず残ります。日本できた松岡です。無事してました。園長の水無月です。どうもこんにちは。あ、もしもし。あ、大丈夫。あ、大丈夫です。みんなこんにちは。どうぞこちらです。お姉ちゃん。だるまさんが転んだ。あ、あ、We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. じゃあ次の曲いきます。なんていう曲ですか？あれは
僕のオリジナル曲。タイトルは？リボーンっていう。再生っていう意味。喜んでくれてよかったですね。本当だね、よかったよかった、うん、あ、お疲れ様です。あの、今話しかけてきた子って、あ、セリちゃんですか。あの子は1年前に弟と一緒に入手してきたんです。二人とも親からひどい虐待を受けて。弟の辰俊くんはスリちゃん以外とは口を聞きません。あの、今ニュースでやってたんですけど、電車が河川事故で止まっちゃってるみたいなんですよ。え、どうしましょう。え、あ、もしよかったら部屋も空いてますし。あ、ね、いやいや大丈夫です、ご遠慮なさらずで。一回聴いただけで歌えちゃうんだもんね。松岡さん、プロにはならないんですか？なかなかうまくいかなくてね。世の中そんな甘くないっていうかさ。でも、やめないで。音楽はやめないよ。もうここまで来たら意地だな。死んだ親父に誓ったんだ、自分が信じた道を進むって。ああ寒いね、帰ろっか。うん。松岡さん、プロにはならないんですか？大変です、大変ですね、起きてください。火事です、火事ですよ。早く逃げましょう。こっちです、こっちです、早く、はいはい、早く早く。待って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 待
ほら、よいしょ。最後。足跡残せたから負け戦だったけど、私に自分を信じて歩み続けることを教えてくれた松岡勝郎さんという方の曲に私が詞をつけたものです。彼は自分の命を犠牲にして私の弟を救ってくれました。それでは聴いてください。リボン。Thank you.
俺たちの手紙ちゃんと届いてるかな。けどさ、魚屋ミュージシャンとセリが繋がってたことや、俺たちが丸公園出身ってこと、偶然じゃないよな。どうだかな。で、俺思ったんだけど、魚屋ミュージシャンに家事のことを教えたら彼死なずに済むんじゃない。いや、その代わりにセリの弟が死ぬかもしれないだろ。どっちにしろそんな手紙書いても信用されるわけねえだろ。それに丸公園が火事になることもセリがリボンを歌うことも俺たちは知ってんだし、そういうことは変えようがねえと思うし。このじいさんも相談の手紙が来るたびに悩んだのかもな、今の俺たちみたいに。どうせ年寄りの暇つぶしだろ。けど返事もらった方が案外それで人生変わっちまったりしてさ、罪作りのことやってたよなじいさん。これつくかな。いや、どうかな。よいしょの主意と、いや、はあ、あ、ついた。よいしょ。いる？いるよ。よいしょの主意。よいよ。はい。まだやってんのか、悩み相談。だって相談が舞い込んでくんだもん、しょうがないじゃないか。ビールもらうよ。はい。親父は飲むか。俺はまだいい。ああ、難しそうだ。25歳女の不倫相談。こんなのも来んだ。まだ生まれてもいないこの子のことがもう可愛くて愛しくてなりません。でも父親のいないこの子が幸せになれるのか。このような手紙を投函して本当に申し訳ありません。他に相談できる人がいないのです。どうかご意見をお聞かせください。グリーンリバーより。この手紙の内容が本当のことだとして下ろした方がいいに決まってる。このグリーンリバーさんはな、下ろした方がいいと分かった上で相談してんだよな。もうそろそろうちで一緒に暮らさない？ふみ子もさ、親父の体のことを心配してるんだぜ。ねえ、聞いてる？大丈夫か？うん、大丈夫だ。あ、俺にもビールくれ。うん。しっかしら。ごちそうしましょう。いいな。お願いします。はい。
感じになります。ありがとうございます。うんちゃ。ずいぶん日が短くなってきたわね。まったくな。これじゃああっという間に寿命終わっちゃうよ。今夜豆腐？あ、湯豆腐。いいね。あれ、あれ。どうしたの、じいちゃん。いやいや、痛い痛い。ちょっと払えて。大丈夫？ちょっと電話してくんねえな。分かった。ちょっと待っててね、おじいちゃん。こことここ。末期の膵臓がんです。あと3ヶ月と思ってください。親父には話さないとこ。どっちがいいかな。厳しいな。ナミヤさん、はい、お部屋戻りましょうか。24日午後7時頃、時越市新町4丁目近くの急カーブで軽自動車が海に転落。消防が救助に駆けつけたが、運転席の女性は死亡。同乗していた生後1ヶ月の乳児は転落後に車外へ放り出されたが無事だった。ブレーキを踏んだ形跡がないことから警察は無理心中の可能性が高いとしている。亡くなった人の名前見てみな。これあん時の相談者の女性、グリーンリバーさんだと思うんだ。俺今まで大勢の人たちの相談に答えてきた。もしかしたら相談者は俺の回答の通りに行動し、とんでもない不幸になってしまったなんてこともあるのかもしれんな。俺な、最近
毎晩奇妙な夢を見るんだ。誰かが店のシャッターの郵便口に手紙を入れてる。それを俺はどこかで見てる。しかもそれは今からずっと先のことなんだ。今から何十年も先のことなんだ。シャッターの郵便口に手紙投げ込んでる人たちはな、かつて俺に相談し受け取った人たちなんだよ。自分の人生がどう変わったか知らせてくれてるんだよ。これは単なる夢じゃない。俺にはわかる。だから俺が店に行けばあの人たちからの手紙を受け取ることができる。だから高行、俺を店に連れてってくれ。病気のせいで頭おかしくなったと思うが、俺はもう長くない。親父、これが最後の頼みだな。店に連れてってくれ。連れてってくれ。遺言状だ。今読んでもいいぞ。ありがとう。高木、お前もう帰っていいぞ。ここで待ってるよ。
私の33回忌に以下の内容のことを世間の人に告知してほしい。丸月丸日、ここは当然私の命日が入る。午前0時から夜明けまでの間、浪屋雑貨店の相談窓口が復活します。そこでかつて雑貨店に相談をし回答を得た方々にお願いです。その回答はあなたの人生の役に立ちましたか。忌憚のないご意見をいただければ幸いです。あの時のように店のシャッターの郵便口に手紙を入れてください。どうかお願いいたします。よいしょ。高行くか。いたずらだったら承知しないぞ。さん、ずっと見ていました。ずっと何の取り柄もないつまらない男の人生だったでしょう。うちのねやつにもね苦労かけてもらった。よいしょ。奥様も幸せな人生だったとおっしゃってますよ。そりゃどうだか。奥様、少しだけ裕二さんとお話をさせてください。あれから50年が経ちます。50年、もうそんなに経つんだ。あの時は明子さんに申し訳ないことしてしまったね。裕二さんは何も悪くないです。駆け落ちしようって言ったのは私の方だし。いやでもね、高指は、まあ、目立たない子供だったけど、まあ負けず嫌いでさ高雪がね、ちょうど小学校4年の時だったかな、あの苦手だった逆上がりができるようになってその時のあの高雪の笑顔はもう今でも忘れられなくて、
まあ遅い子供だったからね、まあ、ちょっとかみさんも私もちょっと甘やかしちゃったかなっていう気はするけども、うん、こんなちっぽけな雑貨屋だけど私にとっちゃ城みたいなもんだからユージさんに助けられた人が大勢いました。これがその証拠でしょ。私なんか何にもしてませんよ。ナミヤさん、覚えていらっしゃるでしょうか。私はテストで毎回100点を取るにはどうしたらいいかと相談をした100点小僧です。私はナミヤさんのアドバイスをぜひ実行してみたいと思い小学校の教師になりました。そしてクラス全員が100点を取るという快挙を達成しました。幸い父兄からの苦情でクビになることもなく現在時越市立第一中学にて校長をさせていただいております。この手紙は奈美也さんのご遺族の方が回収されるのでしょうか。奈美也さんの仏前に備えていただけることを願っています。ナミヤ様へ。今夜限りの復活をネットで知り、いても立ってもいられず筆を取りました。私はとある児童養護施設で育ちました。施設の人からは、母は私が赤ん坊だった頃に事故で亡くなったと聞いていました。ところが私が高校1年の時です。社会の授業で自分が生まれた頃の社会情勢を調べるという課題が出ました。私は当時の新聞を調べる中である記事を見つけてしまったのです。女性の名前は川部みどり、母でした。私は精神不安定に陥りました。トントン。エコ。セリ。今日はとってもいい天気だよ。風がね、
春の匂いがした。院長先生から全部聞いたよ。英子が丸公園に来た時のこととか、お母さんがどんな亡くなり方したかも。あなたは何も分かってない。全部知ってるよ。私は不倫でできた子だった。無理心中で殺されかけたの、実の母親から。違うよ。院長先生から預かってきた。それは母の遺品の中にあったもので、ナミヤさんから母に向けての回答の手紙でした。大事なことは生まれてくる子供が幸せになれるかどうかです。子供を幸せにするためならどんなことにも耐える。あなたにその覚悟がないなら産むべきではありません。エコちゃんのお母さん、その手紙ずっと持ってたんだって。エコちゃんのお母さんはあなたを絶対に幸せにする覚悟があったからあなたを産んだ。だから無理心中なんかするわけないよ。母が事故を起こした日、彼女は夜も昼も働き詰めで、熱を出した私を病院に連れて行くために友人から軽自動車を借りていました。 ありがとう。もうすぐだからね。そのことは後に母の友人が証言していました。母は無理心中を図ったのではなく、居眠りをしてしまったのです。英子ちゃんのお母さんは一生懸命英子ちゃんを育てようとしてた。だから何なのよ。事故に遭ったのだって自業自得。それに私が生まれてこなかったら死ななくて済んだってことでしょ。ねえ子ちゃん、あの火事のこと覚えてる？あの日慰問に来てくれた松岡さん、あの人は自分の命を犠牲にして弟を救ってくれた。だから私これからも一生松岡さんに感謝しながら精一杯生きていこうと思ってる。もう誰にも死んでほしくない。
英子にも。英子ちゃんも自分の命の大切さとあなたを産んでくれたお母さんの気持ちを分かってほしい。英子ちゃん、私たちにはきっと素敵な未来が待ってるよ。そう信じて生きていこう。それ以来、私は母の思いを胸に、自分の人生を精一杯に生きてきました。私は今、自信を持って言えます。生まれてきてよかった、と。グリーンリバーの娘より、人生の最後に素晴らしいご褒美をいただいたような気分です。また新しい手紙が来た。どれどれ。親父が家に入った後、俺はずっと表にいて、しばらく店見せたけど誰も近づいてない。当たり前で、これはみんな未来からの手紙だからな。
悩み相談の復活をネットで知ったって人が多いんだけど、ネットってなんだ？さあ、どんな未来になってんのかね、世の中は。ナミヤのじいさんってどんな人だったのかな。さあな。ずっと一人でこの家に住んでたのかな。寂しいから悩み相談始めたとか。どうだっていいだろそんなことは。あ、消えた。あ？来た。こんにちは、浪江雑貨店様。私はこの春に高校を出て、昼は小さな会社で事務員、夜はクラブでホステスをしている迷える子犬と申します。実は先日、金持ちの客から店を持たせてやるから愛人にならないかと誘われました。私は迷っています。私は今、身寄りのない自分を育ててくれた人に恩返しをするためにまとまったお金が欲しいのです。迷える子犬より、1980年12月12日。食ったらね。これもやっぱり1980年から来てる。おい後輩、お前何やってんだよ。返事書くんだよ。あ？金のために愛人になろうなんてクソ女にか。うん、水商売は甘くないからよく考えた方がいい。そんなんじゃダメだよ。もう少し具体的にアドバイスしてった方がいい。おお、お前らどうかしてんぞ。俺たち下手したら強盗犯として追われてんだぞ。そんなクズが他人の相談に乗るとかありえねえから。悪いから、勝手にしろ。どうせその女はいろんな男に騙されながら父親のいないガキ産んで、そのガキもろくなもんになんねえから。自分の話だろ。あ？でももう言ってみろ。お前の親の話と一緒にすんなって言ってんだよ。ね、この子はそうとはかけ。うわ、やめろって。あんな似たようなもんだろ。産んだ赤ん坊をコインロッカーに捨てたり。産んだはいいけど、それが重荷になって自分の子供虐待したり、悩みそうだ。人の運命ってもんはそう簡単に変えれるもんじゃねえだろ。なら、この手紙の返事を俺に書かせろよ。
間言ってたプレゼント。いいんですか？いいよ、取っといて。ありがとうございます。今度の週末さ、俺の別荘来ない？週末はの何予定があるので。彼氏とデート？彼氏はいないです。子供もいないです。子供って。はるちゃんってさ、本当はいくつなの？19です。20歳です。はるちゃん若く見えるでしょ。22歳です。22かな。22歳か。22歳です。大丈夫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 。もうちょっと上も吹いて。この辺りこの辺り。ごめんね、はるちゃん、せっかくの休みなのに。何言ってんの。冷蔵庫の中空っぽだったけど、買い物行ってきてあげようか。じゃあお野菜とそれから缶詰を少し頼もうかね。たまにはお刺身なんてどう？大丈夫、私お給料入ったとこだから。そんな贅沢したら罰が当たるよ。大丈夫？平気平気。はるちゃん来てくれたからほっとしたのかも。よいしょ。ちょっと横になってて。悩み相談です。店閉まってるけど悩み相談まだやってるみたいですよ。やり方わかりますあなたが考えてるほど世の中は甘くないですよ。地道に事務員として働くことがあなたを育ててくれた人への恩返しになるんじゃないでしょうか。浪屋雑貨店様、回答ありがとうございます。手厳しいご意見に正直失望しました。私は決して世の中を甘く見ているわけではありません。クラブの客の愛人になって店を持たせてもらうという発想は世の中を甘く見ているように聞こえます。店がうまくいったらその方にはお金を返します。
店がうまくいかなかったらどうするつもりですか？失敗しないように勉強します。どういう勉強をするんですか？店を開いた後の経営プランはあるんですか？そもそもそのお客さんを本当に信用できるんですか？どうしてそんなにお金が必要なんですか？両親を早くに亡くした私は養護施設で育ちました。そして小学校の高学年になった頃、大叔母夫婦に引き取られ高校まで出してもらったのです。私がやる。できる？その年老いた大叔母夫婦が今経済的な苦境に陥っています。家はすでに抵当に入っています。なんとかしてこの二人の役に立ちたい、恩返しがしたい、それが今の私の夢なのです。迷える子犬も施設出身なのか。ひょっとして丸公園？だから何なんだよ。なんかいろんなことがつながっていくからさ。でもいい子だよね、迷える子犬。会ったこともねえのに分かるわけねえだろ。手紙見れば分かるよ。この子これから先どうなっちゃうんだろう。俺この子に幸せになってほしい。あなたが私を信じてアドバイスに従ってくれれば、夢を叶えるお手伝いができるかもしれません。迷える子犬さん、あなたは愛人なんかになってはいけません。数年後、日本にとんでもない好景気が来ます。まずは一生懸命地道に働きましょう。それと経済関係の勉強を徹底的にやってください。すいません。ある程度お金が貯まったところで都内に小さなマンションを買ってください。物件は必ず値上がりします。そしたらすぐに売ってさらに高い物件を買う。その繰り返しで儲けたお金で今度は株式やゴルフ会員権を買ってください。その時のために経済の勉強をしておくんです。社長、そろそろこの事務所も手狭になってきたんじゃないですか？西麻布に手頃なビルが売り出されてるんですけど。早いもん勝ちっすよ。うちはいくらでも融資させていただきます。実は今持ってるものを少しずつ整理していこうかと思ってるんです。ご冗談でしょ、こんな時代に。90年代になると変わるわよ。あなたのおかげで私もこんな楽させてもらって、家も人手に渡らずに済んだし。私のおかげなんかじゃないわよ。はるちゃんのおかげじゃなくて誰のおかげよ。警察の調べに対し井上容疑者は所持金がなくてやったなどと容疑を認めているということです。はい、ありがとう。続いて次のニュースです。静岡県時越市にある児童養護施設丸公園が全焼する火事があり、ミュージシャンの男性一人が死亡しました。火災発生当時、建物内に男児が取り残されていることが分かり、
松岡勝郎さん30歳は男児救出のため再度建物内に戻りました。その後男児は無事避難しましたが、松岡さんは脱出することができず、駆けつけた消防のレスキュー隊により1階で倒れているところを発見されました。すぐに近くの病院に運ばれましたが、一酸化炭素中毒の疑いで死亡が確認されました。差し入れも本当に助かりが、亡くなった青年には本当に申し訳ないことでした。子供たちに怪我がなかっただけでも、あれだけの火事で子供たちや職員に死者が出なかったのは姉が守ってくれたからかもしれない。お姉様が丸公園を作ったのは姉の水月明子なんだ。これお願いします。姉はもともと心臓が悪くて早くに亡くなってしまったんだがね。そうだったんですか。息を引き取る前に姉は空の上からみんなの幸せを見守っていると言い残していたよ。どんな方だったんですか。活発で自由な心を持っていた女性だった。上学校に通っていた時奉公人と駆け落ちしたりね。駆け落ちか、なんかロマンチックな響きですね。結局身分違いということで相手の青年が身を引いたんだ。そういう時代だったんですね。さてこれからどうしたものか。園長先生、差し出がましいんですけど、丸公園のために何かお手伝いさせてください。ありがとう。元気か。ミス、エイス。お、お久しぶり。トランプやってた。トランプやってた。頭良くてもなれるもんとなれないもんがあんの。なんで。なんで。でもそっか、いろいろあんだよ、ね、ラブホ。これでかいっすよ。でその女社長って何者。なんか東京で会社とかやってて、時越に実家の屋敷があるらしいんですけど、そんでこの場所に目つけたのか。見たいっす。ここ買収してパチンコ屋とかラブホにする計画立ってるって。確かか。それ先生たちが話してるの聞いちゃったし。なんだよ、確かめるだけだよ。刈谷か。そんなクソババアの金儲けのために丸公園が潰されちまうなんて。ねえ、丸公園がなくなったらさ、子供たちはどうなっちゃうのかな。他の施設に行くしかねえだろう。みんなバラバラになっちまうけど。どうにもなんねえよ、俺たちの力じゃ。なあ翔太。ん？その女社長の屋敷ってさ、時越にあるっつったよな。ああ、週末とかたまに帰ってくるだけらしいよ。普段は東京の高級マンションとかに住んでんじゃないの。懲らしめてやるか。何、俺おばさんぶん殴るのかやだよ。そういうんじゃねえって。ババアがいねえとき軽く荒らしてやんだよ。
よいしょ。これも水増しですね。つまり刈谷さんは補助金を不正に受けながらそのお金をプライベートなことに使ってるってことね。はい、いずれ丸公園の運営は破綻すると思われます。皆月園長が生きてらしたらなんて思うだろう。失礼します。あなたが私を信じてアドバイスに従ってくれれば夢を叶えるお手伝いができるかもしれません。90年代に入ると状況は急に変わるので全ての投資から手を引いてください。2000年代に入ると携帯電話やインターネットというものが社会を大きく変え、ナミヤさん、全部あなたの予言通りになった。今までと違った新しいビジネスが生まれます。あなたからの相談への返事はこれが最後です。以後一切連絡を取る手段はありません。浪江雑貨店。私は32年前1980年の冬に悩み相談のお手紙を出した迷える子犬というものです。少し込み入った話があって伺いました。田村さん、先代園長の時代からの多大なご支援には感謝しておりますが、施設の運営については私に一任されておりますんで。刈谷さん。はい。丸公園の経営状況については私の方でも独自にいろいろと調べさせていただいています。おとなしくしてれば何もしない。丸公園をラブホにするつもりらしいけど、そんなことしたら許さないからな。つまんねえこと言うなって。ちょっと待って、丸公園ラブホって何？
あんただって何者なの？私そんなことしない。そんな人間じゃない。うるせえんだよあんた。持ってろ。行くぞ。迷える子犬、この後どうなったのかな。俺たちのアドバイスを信じたんだったら、なんとかなってんじゃない？てかさ、あんな予言の書みたいの信じるわけないし、もう多分捨ててんだろ。あ、そしてこれ。ナビア雑貨店のじいさんが死んだのが32年前の今日なんだ。俺たちが体験しているこの不思議な現象はきっとそのことと関係してる。確かめてみよう。え、なんか書かなくていいの？そういうことじゃないんだよ。シャッター見てて。入れるぞ。また新しい手紙が来た。どれどれ。最後の返事書こうかな。はい。どう？何も入ってこなかった。俺たちちゃんと見てたし。やっぱりか。今外から放り込んだ便箋は32年前の世界に届くんだよ。そんでこっちが夜明けになる頃、32年前の世界では浪江雑貨店のじいさんが死ぬんだと思う。翔太、お前このボロ屋どうやって見つけたんだよ。女社長を尾行してあの別宅を見つけた話をしたろ。うん。女社長が会社に戻る前にこの店の前で泊まったんだよ。何のために？知らないけどこの店の看板をじっと見上げてた。で、万が一の時に使えるかなって。バカかてめえは。なんで俺に。いや、空き家だからさ、身を隠すのにちょうどいいと思ったんだよ。あのクソ社長なんて名前だっけ？田村春子。田村。田村晴美。私は32年前、1980年の冬に悩み相談のお手紙を出した迷える子犬というものです。私は浪江さんのアドバイスを信じ人生を歩み成功を収めることができました。本当にどれだけ感謝してもしきれないほど感謝しております。今度は私が
人様の役に立つ人間になること、それが浪江さんへの唯一の恩返しと思うのです。雑貨店と丸公園を結ぶ何かだよ。見えない糸っていうか、誰かが空の上からそれを操ってる気がする。俺たちがあの屋敷に行ったのも偶然じゃない。うっせんだよ。てめえらちょっと頭冷やせ。自首でもすんのか。あ、そんなに刑務所に来てえかよ。俺あの人のとこ戻る。もう何言ってんだよおい。そうか。おい、あつや、もう勝手にしろよ。手足ほどいてやらないと。そうだな。七死の御兵衛様へ、あなたが白紙の手紙をくださった意味をじじいなりに考えてみました。思うにこれはあなた自身の心を表しているのではないでしょうか。今のあなたには自分の道が見えていない。でもどうか絶望しないでください。どうか諦めないでください。あなたの未来はまだ白紙です。白紙だからどんな未来も描けます。すべてがあなた次第なのです。何もかもが自由で、可能性は無限に広がっています。その人生を悔いなく燃やし尽くされることを心より祈っております。悩み相談の回答を書くことはもうないと思っておりました。最後に素晴らしい難問をいただけたことを感謝いたします。本当にありがとうございました。浪江雑貨店。
宮雑貨店様、回答ありがとうございます。僕が書いた手紙でその人が良き人生を選択できることはないと思います。僕がその人に手紙を出したのは、ただその人に幸せになってほしかった。僕を信じ幸せになれているのなら、その人に僕の姿を見せ伝えたいと思います。あなたの今見ている景色は、あなたが選び掴んだものなのだと。一晩の時を超えた出会いの数々をどう理解すればいいのかまだ分かりません。人を信じることを教えてくれてありがとうございます。きっとこの手紙があなたに届くことはないでしょう。でもどこからかずっと見守っていてくれている気がします。長篠の権兵衛より。犯人に心当たりは？いえ、別に。そうですか。一応あたりのパトロールも強化していきますんで。はい、ありがとうございました。あなたはいつだって私のそばにいる。目に見えぬ力で心を震わせる。いつかまたきっとまた巡り触れることはもう叶わない。でもいつも感じてる。私たちが生きた証を乗せ、あなたの代わりに歌おう。声の限りに、私たちはみんなどこから来たのだろう。命の船に乗り、どこへと行くのだろう。あなたから私へと
私は誰かへと想いをつなぐために、悲しまないでうなだれないで振り向かないで怖がらないでとどまらないで諦めないで生きてゆきたい。あなたのよう「あなたはいつの日か再びよみがえり」「永遠のどこかで私を待っている」「魂は決して」滅びることはない。いつかまたきっとまた巡り合う時まで少しだけのさよなら、たくさんのありがとう、少しだけのさよなら。